ソムリエ。何？このコーナーでは私月森ねねが演じたシチュエーションが何だったのかを南川さんに当ててもらいます。今週はうまくいくかな。うまくいくといいな。ねねちゃんの話ですよ。はいか、うん、ではお願いします。いきます。どうぞ。私に入れてください。おそれはもう間違いなくあれでしょう。もういろいろ調教されてね、調教された。全然嫌いやったよ、その上司のことは。嫌いやったんやけど、なんか媚薬とか入れられて、で媚薬そっち入れられて、でもいや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 ってやったけど、1週間後あの入れてくださいって言った時の入れてくださいでしょ。好き、そういうシチュエーション好きだけど違うんです。違うの、うん、違うんかい。でもそれがシチュエーションとしては正解。そうですよ、シチュエーションとしては正解。ブレるブレるブレるから、はい、正解は何ですか。では正解発表します。選挙戦最終日、勝負が決行している候補者が有権者にお願いする、私に入れてください。ちょっと待って、最終のね、はい、あの最後のお願いね、はい、あるよねよくね、はい、じゃあちょっとそのシチュエーションでやってみようから、はい、それで言ってよ、はい、それで言ってよ、はい、行くよ。だからよし投票行くか、そろそろ。あれあの人が最後のお願いしてる、あの人なんて言うんだろう。はい、よろしくお願いします。明日何とぞよろしくお願いします。私に入れてください。いや今回はでも、今回はでもちょっと、ね、ちょっと当てないね。そうそうなんです。ちょっと入れてあったね。え、じゃあ一応最初の方で言って何もなしで、はい、お願いします。私に入れてください。やっぱちょっとこっちは強いな。ちょっとなんか意識が変わっちゃうんですけど、ね。でもまあでもまあニュアンスとしては似てるよね。そうなんです、うん、まあ。だからちょっと当てれるようにしたんですよ今回は。入れてくださいは、でも確かに汎用性あるもんね。何でも使えるっていうか。はい、うん。てか絶対にこのクイズやらなあかん。前回のなんか要望クイズの時も同じこと言ってましたよね。無理してやる必要はない、無理してやる必要ないっていうか、ね、まあまあまあごめん、確か俺もな野暮なこと言ったな、ごめん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 。でこの前はあまりにもひどかったんよ、はい、あのおちんぽミルク、あ、おちんぽ、あ、そっちか、おちんぽミルク、おちんぽミルクはほんまひどいよ。あれはほんまに歴史、ラジオ史上歴史、ラジオ史上歴史に残る広さやったと思うのよ。冒頭でおちんぽミルクですから、ねうん、誰かが会議でさすがにこれってな、だ誰もならなかったのが不思議やね。通りました。通ったの？通ったのね。だからしょうがないな。まあまあまあでも分かりました。今回はでも確かにちょっと。あの当てれないし、うん、ちょっと それはちょっとそのシチュエーションとしては合ってたかもしれませんね。次回もお楽しみに。お願いいたします。それでは今週も始めていきましょう。ボイズハート放送局、おなほー、月森ねねです。トイズリは南川でございます。芸人と声優が大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきますと。はい、さあ10月のもう末でございます。あっという間ですね。ハロウィンでございますね。やっぱりハロウィンっていうことはやっぱ街中で、はい、まあ、ね、コロナもいろいろありますが、街中にいろいろあってこうねコスチュームを着るっていうのがね、うんうんうん、結構いつの間にか日本でも定着しまして。そうですね。どうねねちゃんは何かこう、はい、こういうね、はい、ちょっとこうコスプレというんですか、うんうん、したいなってあるんですか。いやハロウィンでだいぶ前、うん、5、6年前とかですけど、うん、1回だけやったんですよ、うん、外に繰り出してコスプレみたいな、うんうん、なんかノリについていけなくて、あ、そのノリに、私はこっち側の人間じゃないんだと思って以来、うん、コスプレというものを、うん、仕事でなんかゲームの、うん、なんか美少女ゲームのなんか展示会じゃないですけど、うんうんうん、イベントとかで仕事できることはあってもプライベートではもうない、ね、ないやっぱりな、はい、本当に陰キャな答えやないや本当についていけなかったんですよ。分かるよ。でも俺もついていけない、そういうなんかいわゆる陽キャのノリに、さすがの俺もついていけないけれども、うんうん、なんかこうちょっとこうした、はい、こういう格好したりすると若干ね芸人やったらちょっとなかなか厳しい本あるけれども、うん、ねるちゃんはやったらまあそれはついていけないとしてでも、はい、今年はこの格好例えば、まあ、しないと思うよ、しないけれども、はい、今年はこんな格好できたらいいな、ノリにもしついていけたとしたら、ついていけたとしたら、うん、魔女とか、あ、魔女露出度めちゃくちゃ下手やった。露出度が高い服はあんまり、そうですね、自分の体型に自信がないので、だからそこは高くないかな。そうですね、覆いたいですね。まあ確かに魔女とかあんたらベタやし大きく滑らんもんな。初心者向けかなって思いました。あ、まあそうね、そうね、はい、確かに大きく滑らんっていう点では強化できます。かぶり物がいいですね、かぼちゃの、あ、かぼちゃのね、かぶ
作り物でバトネタ枠がいい、ネタ枠のどっちかがいいですね。わかりました。お願いいたします。我々はハロウィンものの作品でオナホをしましょう、うん、なるほどね。ハロウィンものの作品とあんまりなくない、何本もハロウィン繰り出してみたみたいな。あちょっと後で調べましょう。はい、はい、番組の実況や感想はハッシュタグトイズハート放送局でぜひお待ちしています、うん、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。はい、南川さん、はいはいはい、奥様がインスタグラムだけでなく、うん、ついにツイッターも始めたそうで。なんかさ、やっぱりインスタぐらいやったら、はい、まだこと DM とかもなんとなくこう微笑ましいけれども、もうツイッターになったらガチよね。ついにガチ感が出てるの。なんかすごいので、しかもインスタは一応僕なんですよ、そのなんてアカウントの画像が。そうですね、アイコンが。で南川と申しますみたいな、まあ、あくまで南川応援アカウントやねんけど、うん、もうツイッターはなんか本物の嫁っていうタイトル で、 であの画像も嫁なんですよ。先日、ね、テレビデビューもされましたからね、うん、奥様。テレビデビューはね結構実はしてるんですよ。ゴッドタンだけじゃなくて、うんうんうん、なんデラックス出たりと か、 何か出てらっしゃる。そう出てるんですよ、うんうん、意外とこのなんていうの、選びを言うんですよ、偉そうだから本当にだからあの取材とかも実は来るんですよ。あら結構、うん、それはあれですか、南川さんじゃなくて奥様 に、 奥さんにインタビューしてみたいな、はい、だから僕一回ね、奥さんに DM 送ったんですと、はい、ただ、うんうんうん、返事がないんですけどどうなってますかって俺に来たのかね。いやいや俺に聞くそれって思って、それ俺に聞くかねって思ったけど、はい、で妻的にはなんかね、ネットのね、まあ、取材って、うん、ネットの記事になるとちょっと自分の考えとはちょっとうがった形で広がるっていう、違った形で広がるっていうようなことがあって、なんかネットっていうのインタビューは苦手やねんけど、この雑誌っていうか、髪の毛っていうね雑誌があるんですけど、プロレス雑誌ですね。プロレスラーが結構主にね表紙飾る、格闘家とか飾る、その雑誌の取材だけ受けてました。紙媒体だったら OK かもしれない。そう紙媒体で、しかもなんかそのアウトロー雑誌だったら受けるっていう、だからよくわからない基準なんですよ妻的には。なるほど、まあ、それは僕も出たことがあるからってことだと思いますけどね。そっかそっか、うん、多分そういうことがあると思いますけど、はい、それは受けてましたね。 それで奥様のツイッターで出演情報をまとめて載せてくださってて、トイズハート放送局もねちゃんと入ってる、ありがとうございます。いやいや入ってますよ、それ入ってますよ、入ってなかったらやばいでしょ。ちなみにこの番組のことを奥様はどう思って奥さんは、リアルな話すると、はい、奥様はこのラジオ、はい、多分聞いてないと思います。そっかそっか、まあ聞かない方が幸せなこともありますかね。そうそうそう、なんか別にそんななんかあんまりなんかエロってあんまり妻も興味ないしね。あそっか、そこまで、うん、なんかぜひ一回ぐらいね、なんか、うん、とっておきの回を、とっておきの回を聞いてほしい、うん、いやとっておきの回こそ聞いてほしくないよ、まあ、とっておきの回だらけですけどね。まあそうね、前回とかもうジュンさんのやつは絶対聞いてほしくない。だってジュンさんと聞いてほしくない。だって俺ジュンさんとセフレスになるっていう約束してたもん。ちょっとこれは家族会議が始まっちゃうかもしれない。いくらなんでもやんな、うん、いくらなんていうの、冗談とはいえ範疇超えてないかって怒られる可能性もあるし。あそっかそっか、うん、まあ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 、もちろんねそこは僕は妻とちゃんと仲のいい家族をやってますから、うんうん、そういうことはしないっていうのは分かってますけどね。まあまあね、もちろん何かさ絶対しないだろうな、うん、まあまあまあ、うん、しないっていうかね、もうねその時間もお金もそのやっぱ年齢も、これがやっぱり20代とかやったらね、あーちょっと違ってました、もしかしたらやっちゃって、やっちゃってみたいな感じでした。あーそうなんですか。20代とかやったらやっちゃった可能性は全然あるよね。でも年齢とともに、まあ、やっぱり伊達に18年売れてなかったですけど、まあ、仕事なかったというか売れてもないけど、ね、いろんな世界を見てきたから南川さんは。そうそうそう、20年ぐらいやっぱずっとバイトしてるから、リアルな話やめよう、やめてくるわ。はい、奥様ぜひ聞いてください、うん、お願いしますね。よろしくお願いします。ぜひとも聞いてください。はい、ではメールをですね、メールっていうかおはがきがね、おはがき来たんですよ。あんまりはがきって初じゃない？いや2回目
あ、2回目か。あ、そうか。何回かあるか。そうですね。ハガキあるね、はい。ちょっと年配の方がハガキ書いてくれたりとかしたよね。はい、今回もなんか年配の方が書いてくれたのかな。はい、読みますね。うん、お願いします。先日はスタジオ収録ありがとうございました。スタジオ収録ありがとうございます。いただいたバブ密着、早々に使用させていただきました。なんか送ったっけ？私の具足は、具足。カリブと茎細の形状。え、何？そんなマイカリーをしっかりすっぽりと包み込んでくれました。スムーズに挿入できますが、はい、ガバガバではありません。内部はゾリゾリのザラザラで、はい、ありがとうございます。早々に行かせていただきました、はい、これでオナホも3本目2年後のモルック函館世界大会はマイオナホで12本のスキットルを倒します、はい、トイズハートチームができることを願っております、はい、お名前一目さん久保田久保田さんやっぱり久保田さん久保田さんがしっかりとハガキを送ってくださいました、ね、書いてくれて、はい、いやありがたいね、義理がたい人ですよ。確か住所ちゃんと住所も書いてますね。久保田さんの町住所が書いてあって町住所書いてますね。いやこれ久保田さんってさ、はい、本当になんていうの、義理がたいっていうか、いや本当にレビューね送ってくださいねって言ったら、うん、本当にハガキで ねメールでいいのに、いやありがとうございます。結構ねハガキで書くでしょ、うん、で久保田さんって実はああ見えて季節とかちゃんと感じて、はい、ゆず湯とか入る人なんですよ。あそういうの大事にするタイプ。そう今日は、うん、どこ行くんですかって言ってゆず買いに行かなきゃダメなんだとか、なんでなんですか、ゆず湯、うん、お風呂に浮かべてねとかね。いやいいですね。そうちゃんとそういうのしはる人やから、しかもこう僕もキッショキッショでちゃんとこうやって、うん、やってくれる人なんですよ、はい、だからこういうねハガキも書いてくれるでしょ、ね、ちゃんとしかも冗談もあって、こんなもんね、うん、森本サイダーには絶対できない経験です。人間力が違う。ねえ、そういうことで、また森本サイダーが今ランク下がりました。準レギュラーにまたもでもね遠ざかってしまったかもしれない。下がりましたね。モルックトイズハートチーム、はい、ぜひ。ああ函館大会がありますからね。南川さんはね、うん、キングオブモルック側でやられてしまうと思うんですけど、うん、トイズハートチームを、ね、そうですね、作ってね、ファミリーで出るっていうのも全然ありだと思いますけれども、その函館の旅費があるんかって話よ。君たちね。わかんないよ。函館、いやだってでもフィンランド行くわけじゃないですね。まあまあまあ、フランス行くわけじゃないからさ、うん、函館なんて、ね、日本国内ですからね。行ったってちょっとしたね。3、4万でいけるよね、うん、それを出せるのかって話ねえ、まあそういうことですから、まあ、でもしよかったら、でも2年後全然2年あったらマジで狙えるからでしょ。いや本当、じゃあちょっと組みましょう、久保田さんは絶対、ね、そうね、うん、結構大変やけどね、もうかなりレベルアップしてるから、うん、モルクね、チームトイズハートのメンバーを募りたいと思います。はい、ではここからはこちらをお届けします。お願いします。トイズハート寄せ来た。はい、このコーナーはトイズハートの商品などをテーマにした大喜利お題にリスナーの皆さん、そして南川さんに回答してもらうゴリゴリな投稿コーナーです、はいはい、今回募集していたお題は何でしょう。激しこボディのめぐみさんが行うちょっとエッチなエクササイズでした。ではでは紹介していきます。いっぱいいただいたのでね、はい、お願いします。はい、じゃあまずお名前、ドリルさんからいただきました。きます。めぐみさんが行うちょっとエッチなエクササイズとは、サスケの反り立つ壁みたいに反り立つチンポに飛びつくトレーニング。あーいいね。チントレ、チントレやね。だからめぐみさんが飛びついてくるってこと、うん、だからボルダリングみたいなことやな。、はい、ボルダリングね、はい、確かにな、ボルダリングの1個にチンチンやったらいいよね。理想ですか、飛びついてくれますよ、ね、素晴らしい、素晴らしい答えかもな。はい、では続きまして、うん、お名前、はい、マイム、マイムさんからいただきました。めぐみさんが行うちょっとエッチなエクササイズとは、裸にふんどし一丁という姿になり、ぬるぬるローションの上でしっこを踏んでいる。なるほどね、はい、あーやっぱぬるぬるローションでしこを踏むな、かなり厳しい難しいところでは。ぬるっとなっちゃいますからね、ぬるっとこけちゃいますから。あやっぱり、うん、いいですよ、ぬる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 ローション、大相撲っていうのは僕もちょっとね、うん、あそうですよね、なんか思い出したくないっていうか。あんまり思い出したくないっていうか、色々だから、いろいろありましたから。はい、じゃあ続きまして、うん、お名前、はい、おちんぎんさんからいただきました。おちんぎんさんですね。はい、めぐみさんが行うちょっとエッチなエクササイズとは、お夏湯で満たされたプールでバタフライをして全身エクササイズ。あーなるほどね、ローションネタが
なるほど、ローション、まあローションは使いがちですよね、はい、まあ、まあ確かに滑りがいいからまあそのエクササイズっぽくあるもんね、はい、いいですよ。で続きまして、はい、お名前サケサーモンさんからいただきました。はい、めぐみさんが行うちょっとエッチなエクササイズとは？バナナの皮を口で抜いてお口のトレーニング。ほー、お口のトレーニングね。お口のトレーニングは小顔効果ある、うんうん、まあ小顔効果もあるし、ね、それちょっとで、だから結構エッチやけどねさっきから結構ちょっとだから結構エッチ、そうだいぶエッチですね今回、うん、じゃあ最後ですか、ね、うん、お名前ライセバ朝顔さんからいただきました、うん、めぐみさんが行うちょっとエッチなエクササイズとは？生徒を仰向けに寝かせ、めぐみ先生が喘ぎ声を出しつつ騎乗位スクワットで汗を体にかけてくれる、うん、おー、なるほどちょっととは皆さんちょっとって言いましたよ最後の伝わりかけがひどかったよ ね、 ちょっと今のはね、つけてくれる、で反り立つチンポ、ぬるぬるローションで尻尾、はい、尻尾、粉つゆバタフライ、ね、うん、お口のバナナトレーニング、なるほど、はい、めぐみ先生非常にスクワット、面白さで言うと尻下がりやったかな逆でしたかね、一番最初がおもろかったかも、サスケ、サスケのそり立つかね、では最後に、うん、南川さんにですね、うん、発表をお願いしますよ、うんうんうん、はい、めぐみさんが行うちょっとエッチなエクササイズとは、鬼軍曹めぐみさんがーリーダーのチンポーズブートキャンプです。これです、チンポーズ、チンポーズブートキャンプが始まります。これでいきましょう強引に、強引に、強引に、見ましたか芸人の強引な技強引、音量とかで強引に行くっていうね、大事大事、うん、大事です。では判定はつきもりがします。お願いします。今回の勝者は、はい、ドゥルル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 ン、南川さん勝った、音量で勝った。すいません、そうなんですよ、騎乗位スクワット、いやでも良かったんですよね、まあ、騎乗位スクワットも良かったしね、それ立つチンポ、あ、それ立つチンポ良かったよ、良かったよ、もう今回ちょっとね、良かったですか、チンポーズブートキャンプ良かったですか好きです、ビリーズチンポーズキャンプの方が良かったかなビリーさんね、ビリーさんがいらっしゃる、ビリーのツアーのチンポになっちゃうんで、チンポーズ、チンポーズか、やっぱりチンポーズブートキャンプだったはい、ちなみにこのコーナーですね、2勝したリスナー様にはグッズをプレゼントしますので、皆様2勝目を目指してお願いしますよ、お待ちしてますよ、はい、では次回に向けてのお題を発表します。どうぞ。いたずらっ子なういういしい妹がしたエッチないたずらとは。なるほどね、はい、今回ちょっとエッチながないです。そうね、いたずらっ子なういういしい妹ですから、はい、ういういしい妹ですよ、はい、ういういしい妹です。なんかやりまんとかやめてください実はやりまんでみたいな、ういういしい妹ですからね、はい、お願いします、そこだけはもう守ってください、はい、では皆さんの回答お待ちしています。以上、トイズハート余生でした。トイズハート放送局夜の場所、このコーナーはスローって言いたいです俺のことを、もしかして違うの、このコーナーはソーローライフあるあるを575にしたためて送ってもらうコーナーです。ソロライフ殿堂入り作品にはトイズハートグッズに私たちのサインを入れて書いてプレゼントします。それでは投稿を紹介していきます。はい、まず私からいきますね。お願いします。ラジオネーム、うん、公認巨乳鑑定士ジョーさんから。はい、ありがとうございます。かぼちゃワイン、エルとナオコで抜いた夜ナオコね、南川さん、ねねちゃん、おなほ、おねしょたの話題からかぼちゃワインの話になっていましたが、当時中高生だった僕はリアルタイムでかぼちゃワインを見ていました。エルちゃんの見た目、体つきが同じ頃に人気だったアイドルの可愛いなほこさんに似ていたので、うんうん、もしもかぼちゃワインが実写化されたらという妄想をしながらなほこさんで行かせていただきました55歳そうね、かぼちゃワインは良かったよね、かぼちゃワイン知ってる方から、そうです、そうです、素晴らしい、ありがとうございます。かぼちゃワインは本当ね、僕たちのね、ちょっとね、性の入り口でしたよね、うんうん、はい、では続きまして、お名前、ヒコロヒーさんの生贄のネタが好きな親父、斉藤京子さんと知り合いな南川さんはすごいさんからいただきました。なるほど、知り合い、そう、まあ、顔見知りでしたね、共演ね、してるという、うん、顔見知りではありますね。はい、では3問立てです。稲刈りを終えて軽トララブホ入り、台風が怖いと妻が俺の寝間、中秋の
名月のような君の胸。おー、はい、なるほどね。3本立てで。あ、でも綺麗ね。きました。全部なんかちゃんと季語がありそうで、台風とかさ、中名月とかね、うん、あ、素晴らしいですね。はい、いいんじゃない。ありがとうございます。真面目に送っていただけなくてもね。ありがとうございます。では行きましょう。私、ラジオネームほっかさん、はい、今ポタポタ、昔は障子を破れたが。わかるな。もう今はもうネットってしたのがボタッと落ちるだけなんでしょ。わかります。昔はね、ビュッとね、ビュッとこう、さ、こう、もうティッシュ何枚破れんねんみたいなことがありましたけども、今はもうブッドブドブっていうトプトプンみたいな。トプンでしょ。あれ、トプンザーメンなんでしょ。わかりますよ。でも59歳やからね、そんなもんすからね。いや、まあね、わかるわかる。全然僕もそうですし、はい。はい、では続きまして、お名前、欲しいもが欲しいもさんからいただきました、はい、なりたいな、オナホの違いが分かる人。はい、ちょっとメッセージいただいてますね。なりたいなと。ビッグスモールのデザイン。先日ついに殿堂入り特典のオナホが届きました。そう、3つも3つもいただいて、ね、あの、一気に送らせていただきましたので、はい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 、まずは南川さんがやっていたように、うん、目と指で内部を確認、分析しながら楽しみました、はい、気分はまさにオナホソムリエです、はい、そしていざ実食、それぞれのオナホの違いを我が息子でもたっぷり味わおうと思っていたのですが、うん、どのオナホも、うん、気持ちいいとすぐに果ててしまいました。おそれべしトイズハート商品、立派なオナホソムリエになれるよう、これからもトイズハート商品を使って精進しますということで。なるほど、これも兼ねての、はい、素晴らしいね。そのいただきました。オナホが来たということで、やっぱりちゃんと届いてるということでね、はい、よかったよかった、よかった、ありがとうございます。皆さんど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 んそれをね、送っていただいて、ね、感想でオナホをゲットしていただいて、待ってますよ、我々の蜜月関係続けていければと思います、うん、さあ、私行きましょうか、はい、お願いします。ラジオネームドバイヘリコプターさん、はい、カシャオナを続けて待とう、下月の4。これは11月の4日にハンターハンターの37巻が発売された発表をされたことを受け、これからも感謝のオナニーを続けていくぞという思いを込めた。感謝のオナニーの方ですか。感謝のオナニーな、わかるよ、感謝のオナニーな、ハンターハンター本当楽しみにね。そうですよ、ね、やっとね、ついに再開されたということで、やっとということで、感謝の連で何年ぶり。すごいよね、だいぶお久しぶりな、ね、感じですよね。でもハンターハンターってもうマジでおもろいからね、はい、うん、異常なのよ、本当すごいから。まあそれは皆さんがもう全日本だけじゃなくて全世界が待望やったからね。ハンターファンの皆さんがすごいもん、富樫さんのツイッターね、めちゃめちゃね、みんな注目してますよね。ページの数の数字だけでブワーってね、バズる。まあ確かにわかるよ、はい、楽しみ楽しみということで、はい、お名前ワンタンドイネリーのホットドッグさんからいただきました、はい、いいよ、ペロペロペロロシーコシコ浴槽をゴシ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 ーコシコ、バカらしいね、バランスボールポインポインシーコシコバカやん、イメビのギジフェラ、ギジテコキ、ギジキジョイを表したくだそうです。なるほど、なるほど。いやーごめんなさいね、ちょっとやられたな。バカバカしたけど、最後の最後でこのバカバカしたイカれたね、はい、いいでしょう。ワンオンタンとインテリーのホットドッグさんは今日の殿堂入りです。殿堂入りおめでとうございます。ちょっとバカらしいんで、これはちょっとね、みんなで声に出して読みたい場所ということで、うん、バカバカやから、そのなんで、あの、バランス棒ルポインポインシーコシコ、いや、ルールは守るよ、最悪ルールは守っても 最、まあ、最後やからよかったよ、ね、これ最初に読んだらアウトよ、これはい、ということで、はい、ワンタンとイネリのホットドッグさんには後日商品をプレゼントしますので、はい、お待ちくださいませ、今回の紹介は以上です、うん、はい、こんな感じでソロライフアラーロゴを七五にして送ってきてください。夜の場所のコーナーでした。トイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです。本日は温泉浴場2をご紹介します。トイズハートの人気オナホール温泉浴場のコンセプトをもとに新素材を採用し、さらに重量感がアップしてより肉厚になったリッチモデルです。内部はゾリゾリ系刺激がしっかり楽しめるひだ山が高い構造を採用。さらに内部を進むとギュッと詰まった密着感も味わえます。一層際立つ高山系ボテひだをお楽しみください。温泉浴場2は通販サイト様およびお近くのショップ様でお買い求めいただけます。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート
放送局。お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。こちらでもぜひお楽しみください、はい、ということでございますね、はい、今週もあっという間に終わりましたけれども、はい、まあ、ここはゲストなしでございますからね。そうですね、またまたどんどん来週再来週、まあ、ゲスト来てくれるんじゃないかなということでございますがメール来てますか。はい、メール来てますので紹介しますね。どうぞ。名前まるきさんからいただきました、はいはい、南川さん、月森さん、おなほ、はいはい、先日マジカルラブリーと錦鯉が、月収をカミングアウトしてお笑いファンが揺れています。え、そうなんですね。いくら？いつの日か高野祭で月収を発表した南川さんも、あんな世界に行って しまうのかとやきもきしています。どんなに儲けてもいつかオナホ御殿を建てるまでトイズハート放送局お願いします。どういうこと？あれですか、マジカルラブリーの2人と錦鯉の2人のようにどんどん月収上がってガッポガポになっていくんじゃないかと。あ、ちなみに今、ね、マジラブの方と錦鯉さんの、まあ、でもこれはさ、あのね、あの、まあ、数百とかね、もうすごい金額やけれども、月収ですもんね。月収よ。すごい。まあでも完全にこれ CM 入ってるよね。CM も入ってるし、コマーシャル強いですね。まあ、もちろんそれじゃなくても相当すごいと思うけど。でもね、これほんま考えてほしいんだけど、錦鯉、まあ、さんは特にそうなんですけど、俺とか20年ぐらいずっと給料がなかったのよ。ないの、まあね、アルバイトしながらとか、ね、アルバイトしながらね、本当に給料明細が届かないところとかいろいろあったし、そんな今さら例えば俺が月収100万ですとか200万ですって言ったって、うん、みんなすごいって言うかもしれないけど、いや分割してみ、えげつな数字になるでっていうことを言いたい声を大にして、私ね、すごいですね、いや違うと、違う違う、もっと分割してみ、一回20年に薄めてごらん、カルピスどんな薄い俺の給料カルピス薄いよ、激薄なのかもしれない、すごいことになるよそれ。だからそれはまあ皆さん一時のことをね、まあ錦鯉さんとかね、まあジラブさんは、まあ、キングになられたから、まあそうですね、やっぱり賞レースでね、はいはい、チャンピオンになるとっていうのね、まあ、僕は先月は52万でした。あら、でもなんか前聞いた時上がってません、はい、上がってますよ、そうですよね、上がってますよ、52万ですよ。そう、僕はそこで言わへんと思ったでしょ、全然言いますそこじゃあちょっとまた、はい、忘れかけた頃に聞きます。でも52万これ続けないよ、毎月続かんのよこれ、これ続かんよこれ、ね、やっぱ波が、ね、ありますからね、波があってヘトヘトでございますよそれ、ね、でも奥様もお仕事を、ね、辞められて、そうか、そうよ、今ね DM 活動に、いつも仕事辞めてさ、もうとんでもないソファー買ったりとかえげつないことするからさ、そういくらあっても足りんわけ、はっきり言うても、そういうことでございますから、ヒーヒー言いながらね、でもまだここでね、いろいろこう嫁のことを思ってさ言ったら、あの鬼越の酒井くんみたいなことあるから鬼越の酒井くんもね、いろいろこう言ってね、まあ盛るのもちょっとほどほどにというところでございますからね、ちゃんとしてしなあかんし、え、ねねちゃんは先月の給料はいくらぐらい？給料ですか？俺が言ったのに言えへんって、これはさすがに給料か、まあ、あんまり言ったら自分の人にも NG か、あ、そうなんですけど、まあ、全然あの一人で生きてくには十分な大丈夫な額はいいじゃない、でもいただきました、それがね、やっぱり本当我々って何あるからお仕事したい、貯金しよう、ね、もう、はい、ニーサとか積み立てとかしたい、なんかいいの紹介して、イデコとかやってちゃんとやってさお願いしますよ大丈夫か、俺に投資を何かさちょっといい話あるからまた後で、何かさちょっと話聞くだけだったらいいかも話聞くだけやな、そう話聞くだけで別に、俺は喫茶店かなんかでやるかやれへんかはあなた次第乗るか乗れへんかはあなた次第、聞きに行っておかなんじゃねはい、それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。